サブカルと仲間との最高の日々がある日突然破壊された。ないない特別高等警察。サブカルなどこの世界に必要ない。とてもいい世界なのに、平和で平等で。洗脳どうされました。杉下さんが。我々ヴィレッジが一丸となって有害サブカルを廃棄しなければならないんです。え？サブカルなんて無駄で役に立たない下品なものですもんね。そこまで言う？俺たちもサブカル魂で、お、みんなを救うんですね。さすが杉下くん、反撃だ。あれ店長、そんなの出ないから。お前小学生が。なんだ小松さん、物騒ですよって闇落ちしてたのか。おっぱい。どんな歌歌ってんのか聞きたい。サブカルの中心で隙を叫べ。敵はヴィレッジヴァンガード本殿にあれ。サブカルは捨てない。サブカルが俺を救ってくれたんだ。燃やすんだよサブカルを。どんな時代にもサブカルはなくならない。人さえ残れば文化は残る。みんなに伝えて、杉下くんの好きを。好きなんて感情はいらない。好きっていう気持ちは誰にも奪えないんだよ。レディーサブカルウォー、ヴィレヴァンの逆襲。店長の大好きなサブカルがなくなるんですよ。サブカル怖い、サブカル怖い。デラ怖え。10月23日公開。